今日はですね、旧海岸第15スタジオだっけなっていうところに来ました。ということで、これからあのね、撮影をしますので、今到着して、あれですね、3時間押しなので、ちょっとこんなことやってる場合じゃないんですけども、ちょっと、今から機材の準備をしようかなと思います。伸びてるところに入れたんで、多分次の動画はもしかしたらもう機材が準備されてるような感じかもしれないですね。まるまる一棟ね、あのスタジオみたいですね、はい。でここのスタジオはこうか海外からね取り寄せたヴィンテージものっていうのがたくさんあるらしくてね、こういう風に壁のあの一面が今本棚みたいになってます。でシャレオツなソファーも置いてあって、すごいね、ボーリングのピンもある。で撮影のね機材はライトスタンドとかはちょっと少ないんだけども、自分でね持ち込んで、セッティングするという感じでございます。てかこれアンパンマンミュージアムで持ってるお父さんいた。ネギちゃんです。あギャルのネギちゃんです。で、美咲ちゃんです。すごい小型カメラ。で、奥にいるのがミオネちゃんでございます。よろしくお願いします。髪の毛が青くなってます。グッチーチャンネル今撮影中です。はい、ということで、今ね、2、3着ぐらい撮ってます。今日はね、こんなメンバーでやっております。上向いちゃった、上向いたらこれ2回ちっちゃいカメラ。あ、ネギちゃんです。いつもいます。いつもいます。ウサギちゃんが撮ったやつめっちゃ使えるんだよね。本当ですか。前にそう、撮ってくれたやつすごい使いやすかった。よかった。中心がずれたらさっきの黒いボタンを2回ポンポンと押すと中心になる。かわいい。中心中心になった。はい、グッチさん中心になれました。普通に使いますよね、絶対。もう一回背中押すと、バイバーイ、バイバーイ。すごい。ちっと。でもう一回3回押すと、イエーイ。おにぎまー。さよなら。さよなら。すごい。グッチさんでーす。お願いします。グッチーチャンネル。タスクさんの曲鳴らせばよかった。一気になったなって。あ、もうめっちゃいいっすね。うん、うわ、めっちゃいい。エロいわ。いいじゃないですか。ありがとうございます。肩掛け、めっちゃいい感じです。はい、かっこいい。うんうんうん。これ横はいらないでしたっけ。うん、大丈夫あります。じゃロケで出川とかが持ってる。すごい。めっちゃすごい。かわいい、ちっちゃくて。ちっちゃい。ちっちゃ。ちっちゃい。けどちゃんと撮れる。うん。グリーン。すげえ。ミルさん。うん。すごい。どうですか、グッチさん。素敵な笑顔。
ダブルパンツで、かわいい。そう。すました顔すましてる全然仕事しないやばい森ちゃんは今何個花粉でコンタクトが限界になってきてそうそうそう。どうですか、いい感じですか。勉強してる。グッチーチャンネル。やっと撮影が終わりました。ただいまの時間が7時ですね。今日はたくさん あのスタッフの方に、ね、たくさんみんなやっていただいてタスクさんと森さんがね今日来ていただいてめっちゃかっこよかったんで、もしねあの大丈夫そうだったらね画像を見せようかなと思います。あと森さんのね演奏してる風景はねアンバーグリームのストーリーとか投稿で見れると思うんでぜひ見てください。 URL はね下に貼っておきますんで、っていう感じでアンバーグリームの撮影を、今日は一日やってみました。ありがとうございました。ではまたね、チャンネル登録お願いします。じゃあねー、失礼します。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。おかげさまで、おかげさまで叩いてたいいショットが今回は撮れまして、撮れました。もう日々アンバーグリーンもどんどん進化してるんですけど、今回は久々に日本人の男性モデル初めてですかね。うん、ですよね。うん、すごい刺激的ないいスタジオだったんで、めちゃめちゃいい写真が撮れました。ね、皆さんのおかげでありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。グッドボタンといいねボタンと登録チャンネルチャンネル登録ね、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあねー。